日本の南西諸島強化が急ピッチで進む中、尖閣への海峡局の動きもさらに活発化している。今回は日米有識者徹底示した台湾有事を見越した日本とアメリカの動きを詳しく見ていきますね。近平は何を焦っているのか。今の中国は信用できない国へと変化していますよね。世界が中国から徹底、今中国国内では金融はガタガタとなっています。やはりすっとこどっこいだな。かつてアメリカと旧ソ連が世界を各々の陣営に分けて激しい対立を繰り広げた冷戦時代、日本が最も警戒を行っていたのは旧ソ連の北海道への上陸、侵攻と同国の戦略型潜水艦の太平洋方面への進出だった。そのために日本側は北海道への旧ソ連軍の上陸を想定し、陸上自衛隊が持つ飛行戦力の大半を同地に集中配備し、また水戦哨戒機や通常動力型の攻撃型潜水艦によって旧ソ連の戦略型潜水艦の封じ込めを最大の目的とした。幸いにも1991年に旧ソ連は自ら内部からの崩壊を起こし、現在のロシアへと構成国と領土を減らしながら移行したため、以後は当時のような北海道への上陸侵攻という危機の可能性は大幅に減少したとめされている。しかし今のロシア・ウクライナ戦争を鑑みれば、当時ほどの戦力を極東方面にも展開できていないとはいえ、相変わらずロシアが日本の仮想敵国である構図は不変で、北方領土問題の進展も期待できそうにもない。そうした状況下ではあるが、2000年代以降には人口と経済力等を飛躍的に高めてきた中国がそれに比例して軍事力の拡張を続けており、ここ20年ほどで日本は経済力、軍事力ともにその後塵を拝め、素状況が定着化してしまった。今の中国の国力はアメリカに次ぐ世界第2位の GDP を誇る大国であり、前世紀の旧ソ連以上に日本にとっての脅威となっていることは明白であり、ことに尖閣諸島方面への圧力は近年文字通りに日々増加してきている。日本の尖閣諸島に関しては、実は中国ではなく台湾の方が先に自国の領土だとの主張を1971年以降に始めた経緯があり、これに続いて中国も同様の主張を始め、今では中国海峡局の船舶が我が物顔で進出を繰り返している。尖閣諸島は日本の漁業従事者からすれば極めて貴重な漁業に該当する立地ではあるものの、領土という意味においてはわずかな面積しか持たない島々であり、中国が領土的な野心からこれを奪取する意義は薄いだろう。しかし中国が台湾の併合を目指す上では、それが軍事的な手段に訴えるのか、台湾への政治的な工作によってそれを今日のかに関わらず、いずれにせよその行為とセットで支配下に置きたい地理的な要衝だと思われる。軍事的には中国側が尖閣諸島を傘下に収めた場合、アメリカ軍や自衛隊の行動範囲を大きく阻害する地対空ミサイルを設置する可能性が高いと考えられており、長射程のそうした兵装によってそれらの接近を阻む目的に利用される懸念がある。昨今のロシア・ウクライナ戦争においても、ウクライナ側を大きく凌駕する航空戦力を持ちながら、ロシア側が積極的な航空攻撃を行えない最大の理由は、ウクライナが持つ地対空ミサイルが健在であるためとめされている。敵のレーダーでの探知の可能性を極力低減させた、いわゆる第5世代戦機等のステルス機を双方が多数保有、運用していれば、こうした状況は
また変わってくることも考えられるが、現時点では第4世代機では地対空ミサイルに分がある考えられている。そのため、もし仮に尖閣諸島を中国側が制圧するとすれば、ロシア製の最新型の地対空ミサイルシステムである S-500 を配備する可能性が高いとみられ、台湾、日本、アメリカが有する第4世代機は著しい被害を被る恐れがあるだろう。台湾は、もとより第5世代戦闘機を現状では有しておらず、かつ今や日本をはじめとして西側諸国が調達を進めているロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2についてもアメリカが供与を許可していない。これは今のロシア・ウクライナ戦争にも通じるところが大きい理屈であり、アメリカは政治的な判断として、いかに台湾が最新鋭の F-35 ライトニング2の供与を希求しようとも、それがいたずらに中国を刺激することを危惧して認めない姿勢である。日本も F-35 ライトニング2に関しては、通常滑走路から運用される A 型を105機、短距離離陸、垂直着陸が可能なため、今後は出雲、片護衛艦の艦載機としても運用される B 型を42機調達する方向にて準備を進めている。しかし、2023年2月現在、稼働が可能な状態となっているのは、青森県の三沢基地に配備された F-35 ライトニング 2A 型の34機、2個飛行隊のみであり、今後は石川県の小松基地への配備が予定されている段階に過ぎない。また、F-35 ライトニング 2B 型に関しては、宮崎県の新田原基地に配備する予定で、計画が進められているが、こちらは、早くとも、来年2024年からの運用の開始止めされており、出雲、片護衛艦の航空母艦化改修にも、まだ時間を要する。出雲、片護衛艦の2隻、1番艦の出雲と2番艦の加賀、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする航空母艦化改修を終えるのは、現時点では2027年度が有力視されており、まだ少なくとも4年はかかるも込みである。それでも、日本の南西諸島には、沖縄本島の那覇に、地下 F-35 ライトニング 2A 型を含む通常の戦闘機が離着陸可能な滑走路が存在しないため、有事の際には、移動可能な滑走路として出雲、片護衛艦の意義は高いと考えられる。一方の中国側はといえば、それが F-35 ライトニング 2A 型並みのステルス性能と、レーダーセンサ類の性能を持つのか否かには疑問があるとはいえ、国産の第5世代機である J-20 戦闘機を、すでに200機以上配備しているとめされている。その数は、近年加速度をつけて増加の一途をたどっており、課題とされてきた国産の機関部の生産が軌道に乗ったことから、今後も今以上の配備ペースでその数が増していくとみられており、アメリカも警戒を強めている。すでにアメリカ側では、東シナ海や南シナ海といった局地的な地域においては、中国が投入可能な J20 戦闘機のような第5世代機の数は、自国のそれを大きく上回ると見ており、過小評価することなく、警鐘を鳴らしている。こうしたいわゆる台湾有事をめぐっては、今年2023年1月に、アメリカの戦略国際問題研究所 SCIS が、戦闘の経緯をシミュレートした結果を報告し、台湾、日本、アメリカが協力して中国の対処すれば台湾防衛は可能とされた。しかし、そこで想定される被害は台湾、日本、アメリカとも甚大であり、これが現有の兵器を惜しみなく投入し、正面から両陣営が戦闘を行ったと仮定したものとはいえ、
そこまでの消耗戦が現実的かとの疑義の声も上がってはいる。アメリカの戦略国際問題研究所 SCIS は、多分にアメリカの強硬的な政策を支持する傾向が強い軍事的なシンクタンクであるが、自国内の中国を警戒すべきという世論の喚起を狙って、あえてこの報告を行った嫌いは否めない。その問題とされた今回の台湾有事においてのシミュレートでは、最大でアメリカ軍は2隻の大型原子力空母を含む主力艦20隻以上を喪失し、航空戦力もまた270機以上を失いながらも勝利するという途方もない結果が示された。あくまで仮定のシミュレーションの結果とはいえ、アメリカが自国の軍事力の象徴である大型原子力空母を失うという事態は現実の戦闘においては考えづらく、またここでは中国本土への攻撃も想定されていない。これは今の日本が推進しているスタンドオフミサイルの配備を考えれば、いささか現実離れした想定のようにも感じられ、実際にはそこまでアメリカ軍に被害が生じる状況であれば、中国本土への攻撃が実行される可能性は高いだろう。そうした意義を持たせるために12式地対艦誘導弾の能力向上型やトマホーク巡航ミサイルといった長射程のミサイルは配備が日本では急がれているのであり、その力が台湾有事を正規させない強力な抑止力となると個人的には思える。